はい、小屋から見えます。ずっとこの稜線を歩いてきました。これを今ずっと連れてきたんですよ。ちょっと一息ついてます。あそこをずっと横にずっと渡ってきて、今の雲の中を通って、それでスゴロク坂の方へ行ったんですよ。爪の稜線です。てっぺんが見えました。ほら、人がいます。どうするの。から帰ろうか考えてます。どうしようか考えてます。岩岳山荘は混雑しますね今日もね。多分ね、南岳まで行こうかな考えちゃいますね。山荘小屋です。私は A の子で、一畳に二人かな、そんな感じ。今日はまたどうなるんですかね。いや、寝られるかな、心配。